皆さんこんにちは、人生オリゴブルダーひろゆきだ。はい、まあ、今回動画のタイトルの通りなんですけど、今月私レゴに3万円も使っちゃいました。ちなみに今回3万円使ったんですけど、僕は過去に4万円や7万円を使っております。で、なんでそもそも3万円になったのかというと、本当は1万4000円ぐらいで収めるはずだったんですけど、まあ、ちょっと急遽なこともあったりして気づいたら3万円になっておりました。というわけで今月購入したレゴを紹介したいと思います。はい、まず一つ目はこちらです。箱の通りなんですけど、今回は巨大セットを買いました。ではお見せしたいと思います。まず一つ目はこちら。あれ、これぐらい、せーの、よっと、おー、はい、こちらでございます。こちらのレゴクリエイタースペースコースターです。ちなみにこちらは8月1日に発売された新しいレゴクリエイターです。僕は発売前からこれがずっと欲しかったので買えてめちゃくちゃ嬉しいです。ちなみにこちらの定価は1万5000円で、僕は Amazon で1万3000円で買いました。レゴクリエイターローラーコースターは4年前に作っております。はい、続いて二つ目はこちらです。ちなみにこちらは本来買うつもりなかったんですけど、絶版品になるのと Amazon でかなり値引きされていたので買いました。ではお見せしたいと思います。二つ目のレゴはこちら。あ、見えない。よっと。はい、こちらでございます。こちらのレゴクリエイターバードハウスを買いました。ちなみにこちらの定価が確か4000円か5000円ぐらいだったんですけど、Amazon で2580円で買いました。これで2580円って僕的にかなりお買い得だと思いますので、これ気になった方は早めの購入をお勧めします。はい、そして最後はこちらです。ちなみにこれスペースコースター2個目じゃありません。このレゴなんですけど、先ほど紹介したバードハウスと一緒で、もう絶版品になるということで、たまたまアマゾンで見たら1万円切っていたので、買いました。はい、それでは3つ目に購入したレゴは、こちら。せーの、よっと。はい、こちら。あ、裏になってる。はい、こちらのレゴクリエイターミッドガルドのダイジャです。ちなみにこちらアマゾンで9800円で買いました。前々から欲しくて1万円切り待ってたので、めちゃくちゃ嬉しいです。ちなみにこちらも今年の JBF の VIP パーティーの景品にありました。まあ、見事に外れました。はい。はい、そして僕はこの前、リンクープレミアムアウトレットのレゴストアに行ってまいりました。前回の動画で、青い支柱パーツが欲しかったんですけど、大サイズがなくて入れられなかったんですけど、今回なんと、大サイズが入荷しておりましたので、詰めてきました。今回の成果は、こちら。はい、こちらが、リンクープレミアムアウトレットのレゴストアの第2回目の結果です。先ほども言ったんですけど、僕はこの青い支柱パーツがどうしても欲しくて、今回はこれをメインに詰めました。これ以外のパーツについては、基本的に前に詰めた小サイズのものと、ほぼ一緒になっております。ちなみにこの青い支柱パーツは全部で何本詰めたかな、10本か12本は詰めたと思います。まずせっかくなんでこちらの重さも測りたいと思います。では測りたいと思います。ちなみに容器の重さは最初から引いております。ではいきます。はい、今回は 366g もありました。まあ、400はいってないんじゃないかなと思ってたんですけど、やっぱ400はいってませんでした。まあ、僕的に言えば結構詰めた方じゃないかなって思います。まあ、僕的にこの青い支柱パーツをたくさん詰めれましたので、今回リベンジは成功した方だと思います。で、最後になるんですけど、僕の家族が海外旅行に行ってたので、そのお土産にこれをもらいました。それがこちら。はい、こちらのレゴブロックのポーチです。ちなみにこちらは日本では未発売のものになっております。これは大事に使いたいと思います。はい、ということで本日の動画は以上になります。今回の買い物なんですけど、僕的に欲しかったものがかなり値下がりされていたので、僕にとってはいい買い物だなって思いました。とりあえず今月発売したレゴクリエイタースペースコースターは、今月の中旬か下旬頃には動画にしたいと思います。はい、以上、ひろゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。